い、それではただいまより、ガオラ TV チャンピオンシップ返上記者会見について始めさせていただきます、本日はお忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございます、それでは、イケメン二郎選手より黒潮イケメン二郎選手より、コメントよろしくお願いいたします。はい、まず、前回スイス選手との防衛戦が決まったんですけれども、怪我してできない。そしてこのベルトも手放すことになりました。全日本プロレスさん、大変申し訳ございません。お客様、楽しみにしてくれてたファンの方々、すみませんでした。ベルトを返すことになったんですけど、全日本プロレスに上がって、刺激、新しい刺激がかなりたくさんありました。もうこのベルトとは言わずにですね、秋山社長、この怪我が治って復帰したらまたレッスルワン所属の黒潮イケメン二郎として全日本プロレスに上がりたいです。よろしくお願いします。まあ、まずはしっかり膝を直して復帰することをまず目指して、まあ、頑張ってください。とにかく上がりたいです、全日本プロレスに。怪我を治して、さらにイケメンを広げていきたいと思います。怪我してしまってすみませんでした。これからもよろしくお願いします。フィニッシュ。ありがとうございました。まあ、イケメン選手から返上されたこの赤いベルトですけども、まあ、赤いベルトで、ね、イケメン選手に取られるまでは、中島が一生懸命、盛り上げてくれたんで、まあ、今後これをどうするかというのもね、中島にもちょっと聞いておきたいというのもあったんで、今日ちょっと呼んでるんで、中島。はい。まあ、この赤いベルトを、はい、どうしたいか、はい、っていうのを、まあ、まあ、ちょっと言ってほしい。はい。去年、僕は川原先生にいることで、すごく自分自身成長できたとはっていうのは確実に自分の中にあります。そして今回2月久々にジュニアリーグ戦に参戦するにあたってものすごく悩んだんですけど、今僕はまた改めて世界ジュニアのベルトに照準を絞って世界ジュニアを狙いに行きたいです。じゃあ、はい、アモーレはお前に振られたってことだ。僕は世界ジュニアを狙いに来ます。そうか、はい、分かって、まあでもそれはね、はい、今陸戦出てるからしっかり頑張って、はい、そこを目指してくれ。はい、ありがとうございます。失礼します。かわいそうなアモリちゃん、これから俺のアマンとして生きていくのか生きていかないのか。まあでもやっぱりね、中島もああいうことだし、やっぱりここのこの挑戦者というかチャンピオンをね、決めないといけないと思うし、まあ挑戦者決定戦をね、やっぱりやらないと、挑戦者じゃないな、チャンピオン決定戦ですね、やらないといけないと思うんで、まあまあいろいろ僕も考えて、昔僕白のベルトをね巻いたことがあって、あれはいろんなことを、ファンの人を巻き込みながらやってたっていうのもあったんで、まあ次からこのガオラもね、そういうとこに持っていきたいなと僕自身が思ってるんで、まあ僕がちょっと暫定王者としてこれからちょっと挑戦者を募りたいなというふうに思ってます。白ベルトから赤ベルト、もしかしたらこれもまた白に塗り直すかもわかんないですけど、まあ、ガオラに怒られるかもわかんないですけど、ちょっとやっていこうかなと思ってます。だから、どんどん挑戦者を募ってね、いければなと思ってます。その挑戦者を募る前に、はい、こんな文章が届いたんですけど、これを読ませていただいて、読んでよろしいでしょうか。はい。
全日本プロレス様、ガオラ王者の負傷、王座返上によりガオラ王座が空位になるという風の噂を聞き、元ガオラ王者として私はまたガオラ王者に君臨したいと考えます。このベルトはもともと私のベルト、王座決定戦などを行う場合はぜひ私にチャンスをいただきたい。元ガオラ王者の私には十分に権利があると思う。ガオラベルトは絶対に渡さへんでということでございます。元ガオラ王者より、元ガオラ王者で渡さへんでっても大体わかるだろう届いたということですね。いやいや、まああの、いや、あのやりたいなら全然やっても構わないし、まあ面白くできる覚悟と気持ちがあるんだからいつでも受けてやろうかなと思ってます、はい。まあ、とりあえずこれからは赤は俺が回していきます。頑張ります。ありがとうございました。それでは、質問ある方いらっしゃいますか。じゃあとりあえずその秋山さんとこの元ガオラ王者の男と新チャンピオン決定戦、そうですね、まあそれでいいのかなと。まあ多分僕があの挑戦する挑戦者じゃなくて、この王座を巡ってやることに対して誰か文句あるやつがいればいいんですけど、多分ないと思うので、まあそれぞれ、まあジュニアもヘビーもね、あのちゃんとベルトがあるんで、みんなそこに向かっていけばいいと思うし、多分ここの今これを活かせるのは俺なのかなと思ってます。まあ、これまでそのガオラ戦線を秋山さん、旗目から見てきて、はい、このベルトに対してどういう印象がありますか。ここに行くと、この色が強すぎて他のベルトにもう挑戦できないような気がするんですけど、俺ならいけんじゃないかなと。まあ、これ狙った後もまだ三冠っていうのもいけんじゃないかな。特に僕はあの白ベルトをやってたんでね、それの経験もあるんで、それが唯一の俺なのかなと思うこともあるんで、あとはファンの人をもうちょっと巻き込んでっていうかね、ファンクラブの人ですね、いろいろやりたいなというのもあるんで、ちょっと面白くやっていこうかなと思ってます。その白ベルトみたいにこのタイトルマッチだけのならではのルールを作る、ルールもそうですし、まあ昔はね、認定書にサインしてそのままプレゼントしたり、いろんなことをやってましたからね、そういうのもできればいいかなと思ってます。まあ、とにかく面白くガオラはこれだっていうのを、今までだったらジュニアヘビーも世界には挑戦できなかったり、参加にも挑戦できなかったりというのもあったと思うんですけども、まあ、それとは違うもっと色っていうのも、ね、出していきたいし、なおかつまたそこからもまた三冠とかに、僕で言うとね、今挑戦できるようなものに持っていきたいなと思ってます。それとは例えばあまり今まではこうベルトに絡めなかった人でも、いやだから、まあどちらかというと そうですね、昔の白ベルトもそんな感じでしたからね。ただ最後に小林さんが巻いたのがちょっとあれだけなって当時白の時はいろんなことを、はい、いろんなルール下でやったという話でしたけど、はい、ま、最初にこのベルトで、はい、こんなことでやりたいっていう、いや最初はやっぱりあのこんなアホなやつがいるんでね、ガッチリやって、あの、まあ、最初は一番最初からなんかいろんなことをやると良くないと思うんで、一番最初はバシッとやって、まずこれのチャンピオンになって、このチャンピオンは俺なんだよっていうのを見せてからのいろんなルール、それは相手にあったようなね、ルール、もちろん相手からのルール変更も構わないと思うし、ただ電流爆破はない。あんた それを言いたかったんじゃないか電流爆破はないから、それだけは一つと釘刺しとか。